ランキングで見たけどメイのネバーギブアップってそんなに強いの？に対するみんなの反応。ネバーギブアップバカにしてたけどランキングの10位以内で2人取ってたわ。もしかして気づけてないだけか？逃げにつけるとクソ強いぞ。ちゃんと強かったんだね。一回も取ったことないから本当に気づけてなかった。次回逃げ強かったら取ってみるよ。取る余裕ないことが多いってだけでネバギバ自体は下手なスキルよりは普通に強いよ。切れ物引かないとネバネバ取るほどスキポ余らない。全客室使える強攻策みたいなもんやし取れるなら欲しいけどな、でも取れない。ネバギバ取るまでどのくらいのスキポを犠牲にするのか。言うて佐竹のお出かけ消化が厳しいだけで菊も凱旋門もネバギバは強いけどね。中盤出る強攻策だから弱いわけないんだけどお出かけ5回がね。ネバギバ取るためにお出かけ5回とか無理。強いのは3回目だけで4回5回は特に弱いからな。だいたいこれが取れるようだと捨てが終わってるってだけで取れたら取るよな。ネバギバは回避と稼ぐ手段ないのもね。ツラーク周回。優位半ばでもネバギブ取れてる人見るけどな。遠征でいろいろ切って切り抜けれられればいいんじゃね。ネバギバはいい位置で出てくれるのも強い。リグヒはともかく凱旋門は感染してる限り終盤少し前の発動めちゃくちゃ多いから取れるなら取りたい。SSS、友情引きまくりの上振れならいい感じで体力足りなくてネバギバ取れそう。ジュニアで2回か3回お出かけできてるとネバギバ取れる。ネバギブ取るには5回もお出かけ踏まないといけないのでコストが高すぎるのだ。練習がクソなら即お出かけすればいい。賢さだろうがクソトレ踏むよりも体力回復させて次以降のターンにかけた方がいい。お出かけ完走しても勝てる UD は作れるし、ネバギバあるからそいつらこそマジで強い。人によっての上振れ下振れは違うしな。名完走するほどクソ連が来てるってことだから下振れでしょ。その分か未練引けばいいだけなんだよな、鼻ほじ。てかそこまで下振れ気にするほどシビアに育成するならなおさらネバギバ取るでしょ。ある程度行くと捨てより有用スキル差の方が勝敗に影響出る。上位陣に実際ネバギブ多いならそれを取得してかつ捨てもまとまるのが上振れなんやないか？賢さ練習でお茶濁してたターンに回復溢れてもお出かけってことか、ひと試してみよ。トレーニング踏む回数減らす分、いいトレーニングの時だけ踏めるような上振れが来ないとダメなんだ。下手な練習よりお出かけでがっつり回復した方がいい状況もいくらでもあるけどな。足りてないやつと足りてるやつとでは育成方針も変わるさ。取れるもんなら取ってらー、スキポとターンが足らんのです。どうしてそこで諦めるんだそこで。てかメイの正月イベのもらえるヒントって普通はネバギバの回スキルじゃないの？タズナさんも代理もハローさんも友人はお出かけ感想でもらえる金スキルの回スキルを正月にくれない。グルサポは買いもらえてたけど友人は今までも正月は別のスキルヒントだよ。あ、そっかー、完全にグラマスに侵されてたわ。メイちゃん代わりに直線降車くれるってよ。うおうおう、ラモーヌからすでにもらってる。ネバギブを取れるから最後までやるかという方向に切り替えればいいんだな。絶対下振れってこともないと思うけどな。すごく上振れてる時はお出かけ踏む暇はないってのはそう。雰囲気勢の私としてはかっこいいから取れたら取っておきたいスキル。言うて効果量はお先に失礼よりわずかに下だから狙って取りに行くもんではない。代わりに効果時間の長い客室順位条件のない強攻策だぞ。定価だとどうやっても下振れの時にしか取るパターンない。取れたら取るスキルよね。賢さ1枚編成にすれば5回は割と無理なく踏むことになる。下振れるとむしろ足りなくなるまであるけど。それ賢さ全然踏めてないじゃん。1200行くの？ランキング見れば普通にネバギバ取って1200以上の人いる。その人たち基本デッキパワーがあるのよ。捨てが溢れる分をお出かけに回せるけどそうでないなら難しいと思う。三女神やライトハローみたいに普通にやっててお出かけ完走しにくいし、因子でかいスキル引っ張ってこないとコスト重すぎる。メイちゃんのお出かけにもうちょっと旨味が欲しい。やる気ダウン回避の恩恵がなぜかあんまり感じられないよな。次のシナリオになった時、君は知るだろう。
十分休んだ上でスキポを稼いで上振れ個体を作れる馬娘星人の育成が参考になるわけないのだ。ホーンネバギバ強いんか、その前にマエストロ4連続で完走しないのなんとかしろ。完走して距離 S ついて捨ても足りたら今度はトプランに盤石完走戦士なんとかしろ再現。せめて因子がもっと獲得しやすくて安くなりやすい土壌があればまだしもな、つくづく三女神って神だわ。真の上振れはメイちゃんと効率的にお出かけしつつステータスを上振れさせることだってじっちゃんが言ってた。強いのは知ってるがラークシナリオで無理に完走してまで取る価値があるかって話だな。価値あるから上位勢も割と取ってるのでは？サポカ完走の不安定さより確実に取れるからそれを想定したプレイしてるんかもね。お出かけでもうちょいボーナスあればねえ。無理だと思うなら取らなければいいし、取りたいなら試行錯誤すればいい。選択肢として用意されているだけで結局選ぶのは自分だよ。お出かけ全消費するくらいならその時点で下振れだって言ってたじゃないですか。馬娘廃人と一般人の下振れが同じだと思ってたお前さんはお笑いだったぜ。名誉完走すると下振れとか嘘じゃん、高度な情報戦に騙されたわ。今ちょうど切れ物ついてたから無理してでもネバギブ取ればよかった。スキポめっちゃ余った。即命とお出かけできるようになれば割と取れるのかな？そこそこ早めに来てはくれてるが完走したことはない？ラークで因子周回はむずいから、白スキルの折れない心と思いを背負ってオグラマスに輸出して周回する日々が始まっちまうよ。折れない心の因子を作るための折れない心が欲しい。めちゃくちゃうまいこといけばお出かけ完走しつつしても上振れて回収できる。けど正直チャンミやリーグオブヒーローズ用キャラ育成するよりも難易度高い。大抵の場合、ネバギバとお先に失礼、のどちらかしか取れないっていう状況が多い。これどっちのスキルのが強いんだ？さすがにお先に優先でいいんでないかな？コストも安いだろうし、2回発動する可能性あるし。前客室はお先、後客室はネバギバってなんとなく思ってた、根拠はない。一度に2回分のお出かけして体力100回復してくんねえかな。体力ゼロまで減らすとかギャンブラーすぎるだろ。競技場更新でネバギブ取ってたけどお出かけ5回はもうほぼ固定で使う場所決めるようにしてたわ。お出かけなしで相手個体より捨て伸ばせるなら取ってもいいんじゃないかな。強いけど重いから全体のバランス見て取る取らない考えやいい。スキル自体は強いけど無駄にお出かけ消化して取りに行く場合は良くない。結局海外さえ良ければ仕上がるから普段の練習で微妙なのをお出かけしてもいいとは思う。問題点はその見切りで、それがわからないなら下手にお出かけしないのは間違ってない。何？うまく回復を回せずにお出かけ誤解しちゃった？諦めるな、まだなんとかなる、ネバーギブアップ。っていう運営からのメッセージだろこれ。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。